小ネ時代の海戦戦術とは、オールでコグガレー戦が小ネに置き換わった1600年代初期から、基装式の鋼鉄艦が、搬送式の戦列艦を、時代遅れにした1860年代までの間に、ヨーロッパで発達した海戦の戦術である。16世紀スペインのガレオン戦搬戦時代の海戦戦術は、主にその当時の搬送軍艦の搬送技術と、戦闘能力によって決定される。 小舟の指揮官がその艦隊に命令を下せることの中で特に三つの制約的な要素がある。すべての小舟がそうであるように、キールを利用したとしても、搬送軍艦も風上に向かって45度より、小さな角度ではほぼ搬送できない。大藩中心の高速船の場合は特に速度低下が顕著である。このことが接近船での艦隊の操縦性を制限していた。 当時の船は二つの大きな砲座、すなわち左右の原則に砲を配置しており、監視方向や艦備方向に発射できる砲は、わずかしか搭載していなかった。搬送軍艦は、両舷は強靭、強力だが、艦首と艦備は脆弱だった。原則は、強い木材で作られていたが、特に艦備には、主艦用船室の大きな窓などがあり、脆い構造になっていて、縦車に弱かった。 敵艦を艦手、または艦尾から盾射することによって砲弾が艦の前兆にわたって飛び抜けることになり、またその場合には原則砲火で反撃することもできなかったからである。会場での情報連絡の難しさである。艦隊同士での文書での連絡は航行中は不可能であり、声を出して伝えることは風の音や気象のせいで困難であった。そこで、 提督たちはあらかじめ決められた旗流信号を機関に掲げる方法に頼らざるを得なかった。しかしながら信号機も戦闘時の荘園で確認できないという問題を含んでいた。15世紀には真の紅葉軍艦であるマンオブウォーが開発された。これは複数のマストに大小様々な王藩を備え風上に切り上がることができ、また大砲で重武装していた。 中世末期までは、対人用の兵器は、艦首牢、または、艦尾牢の上に位置していたが、重い大砲の採用によって、転覆の危険を避けるために、船体の低い位置に装備する必要が生じた。このことは、以前なら、軍艦と商船を兼務できた船の内部を、大砲と弾薬で満たすということを意味しており、軍艦に特化した船の出現を促すものであった。これはまた、 その都度要戦するのでなく、艦隊として常設されたものの出現につながっていった。マンオブウォーは、風のない沿岸部での作戦を除いて、それまでのガレー戦にとって変わった。半送のマンオブウォーの開発と、それにより大きな戦団が長期間公開できるようになったことが、古い海戦戦術の革新を必要とした。フランスのガレーとオランダのマンオブ王はエイブラハム、ウィロルツ、 17世紀、推進力を風に頼っている船では、昇格戦術を取ることはできない。昇格攻撃のためには、公的な風を受けて前進する必要がある。風が弱ければ効果は期待できず、風下側からは不可能である。その場合に利用でき、スペイン人が長く用いてきた戦術は、選手を敵の横腹にぶつけて戦闘員が、 敵戦の甲板に侵入する異常攻撃だった。このような攻撃をするためには、風上に位置取り、追い風を受けて、横陣で突き進むことになる。しかし、風下の敵もこの向きを変えれば、この攻撃をかわすことができ、また原則砲で敵の監視を破壊することができた。組織の重要な革新が、サーフランシス・ドレークによってなされた。軍艦は、彼のリーダーシップの下に、 小判長、公会長、手のひら包長、海兵隊長らによって構成される一種の委員会によって階級的に統率された。ドレイクは専門知識を持たない者がその委員会に加わることを認めず、官においては社会的な地位と関係なく、その技能と経験によって裏打ちされた官長の命令が唯一絶対のものであるという原則を確立した。 この革新は、ブ船時代のスペイン海軍では実現されず、その時代を通して、紳士による妨害が行われ続けた。革命フランス海軍では、十分な経験や訓練を積んでいない水兵を昇進させるという、それとは逆の愚行が行われた。イギリス海軍では、それと対照的に、中流階級出身の多くの優れた指揮官を輩出した。それは例えば法令書、ネルソン、 ジョン・ジャービス、または、コリン・ウッドなどであり、トマス・コクランのような貴族出身者と対等の活躍をした。しかも、稀な例ではあるが、ジョン・ベンボウのような労働者階級の出身者までいた。17世紀前半の原則法の性能向上によって、その火力を他の間に遮られることなく最大限に発揮するために、艦隊は縦一列に並んで戦うべきであるという、 結論が導き出された。単純人戦法はイギリス海軍の伝統的な戦法となった。特に1653年に公開戦闘術を書いたロバート・ブレイク将軍によるところが大きい。最初に文献に残っているのはやや早く1639年9月18日の戦闘におけるオランダのマールテントロンプ中将がスペイン軍に対して取った戦法である。 この戦法は英乱戦争では両軍とも用い戦闘術として文書化された。これが17世紀と18世紀の海戦では基本的な戦法となった。単純人戦法で大事なことは船の一隻一隻が十分に強くなければならないことである。旧時代の乱戦の中では小さな船は同じような大きさの船を探して戦うか。 あるいは複数で大きな船に戦いを挑むことができた。単獣人戦法が採用される都会軍は戦列を組める船とそうではない、小さな船とを区別し始めた。1660年代に単獣人戦法が標準的な戦闘体系として確立されると、朝鮮や軽武装の軍艦は海戦の中での位置づけがなくなっていった。単獣人戦法では、 敵の戦列の対応する艦がいかに強力であったとしても、それに、独力で立ち向かわねばならない。そうした、単純人戦法に対応して、独力で戦う十分な戦力を持った船として、作られたのが、戦列艦である。風上を取るということは、戦術的に重要なポイントとなった。風上を取った提督は戦闘の主導権を握った。 風上を維持することで敵を叩くことも回避することもできた。風下の艦隊はさらに風下に逃げることはできたが、戦いを挑むことはできなかった。二つの戦隊が接近していて、風下に向かえば、後ろを襲われる危険性が高いような場合は、風下に撤退することすら難しかった。風下にいることの二つ目の欠点は、弱風以外の時に接近戦を演じていると、 風圧で風下に傾き船底を敵の方の前にさらけ出してしまうことである。通常は水面下にある船体の一部に穴を開けられれば逆の傾きになった時に浸水しさらに沈没さえしてしまう危険性がある。このことは風と水の間の尖閣として知られる。もう一つ、風上の船から流れてくる昇園は当然風下に向かって視界を悪くする。帝徳が 敵の風上を取ろうとして何日も総戦に費やすような戦いがよく行われた。例えば、1778年のウェッサン島の海戦、1780年のセントルシア海峡の海戦、1794年の栄光の6月1日の海戦などである。強風が吹く場合にのみ、風上に不利が生じる。風下側に傾き低くなった訪問が波に現れるので、 浸水のリスクを避けるには、低層甲板の開口部を閉じておかねばならないからで、ある。そのため、風上から攻撃する艦は、仮想甲板に装備した銃砲を使うことができないのに、対し、一方風下の敵艦は、風上側の方が船の傾斜で持ち上げられるので、そのような問題がない。この理由から、後天で行われた1780年の、 サンビセンテミサキの月光の海戦では、ジョージ・ロドニー・提督は指揮下の間に、スペイン艦隊を、風下から攻撃するよう命じた。フランス海軍では、戦術家のポール・オスト、ビゴ・ードモローグ、ブールド・ド・ビルユーの論文で、反装戦術が発展した。また、他言語にも翻訳された。18世紀、フランス政府は、正解権を求めて戦うよりも、 個々の作戦目的の達成を優先させる戦略を取った。フランス政府はその戦略的な目的を達成するために戦術的なリスクを犯すことに消極的だった。海軍はその命令の臆病さに拘束されていた。フランス艦隊はイギリス艦隊と戦うリスクを犯すよりも避ける方を選んだ。それは例えば1780年6月、ドッテルネーが バミューダ沖で、ウィリアム・コーンウォリス指揮下のイギリス戦隊に遭遇した時の行動に現れている。この戦略は、戦術的にも重要な結果をもたらした。フランス艦は、主に敵の搬送を攻撃して、操作不能に陥らせ、それに乗じて戦場から逃れ、任務を継続する策を取った。そのため、フランス艦は風下に位置し、風上原の方で攻撃したが、 その場合には砲が上向きになるので、敵の搬送には損傷を与えても、戦隊や人員には、わずかな損害しか与えることができなかった。それとは、対照的に、イギリスやオランダの軍艦は、下向きの砲で敵の戦隊を攻撃したので、木材の破片などにより、敵砲手を多く死傷させることとなった。この戦術の違いが、イギリスとフランスの乗組員の被害の差を、説明している。 フランスは死傷者が多かっただけでなく、そのうちの死者の比率も高かった。18世紀の英仏間の戦いでは、戦力が等しいか、それに近い場合には、決着がつかない傾向にあった。フランスはこの世紀を通じて、イギリスよりも軍艦の数で劣っていたため、最小のコストで戦い、激戦を避けて、損耗を減らすことに努めた。よって、 イギリス海軍の数的優位も揺らぐことはなかった。フランス艦は逃走しやすいように風下で交戦することを好んだ。彼らはイギリス軍に風上を取らせておき、それが並走している時も風を背に攻撃を仕掛けてくる時も前進を続けた。攻撃側は敵戦列に対して風を背に垂直に襲いかかるのでなく、斜めのあるいは湾曲した線に沿って仕掛けることとなった。 攻撃側は、艦首と艦尾の連なり、すなわち、戦闘艦の艦尾に時間の艦首が続き、という一本の線の中に飲み込まれてしまう。この陣形は、搬送力にばらつきのある、多数の艦からなる場合、維持困難なものであった。敵の戦列の中央を襲おうと舵を切って、真っ先に戦闘に突入した艦が、搬送を損傷して、 相打不能になるということがしばしば起こった。同じ人形が維持できた場合でも、今度は損傷を受けた艦の速度に他の艦が制約されたり、また敵艦が風下に逃亡したりした。また、冤罪に損傷を受けやすいのは常に風上から攻撃を仕掛ける方の艦であり、それは風下の艦が慎重に狙いをつけていない場合でも同じだった。風下の艦は風で敵と、 反対側に傾くので、砲弾が常に高く飛ぶ傾向があった。また、攻撃側が風上にいる限り、風下の艦は常に素早く離脱することができた。18世紀の戦争ではほぼ等しい戦力の艦隊同士では、戦術的に決着のつかないものが続出した。マラガの海戦、流言島の戦い、トゥーロンの海戦、ミノルカ島の海戦、ナーガパッティナムの海戦。 カタロールの回線、ポンディシェリーの回線、ウェサン島の回線、ドッカ・ーカーバンク回線、チェサピークワンの回線、フーグランドの回線、オーランドの回線などである。これらの中には、イギリスが勝たねばならなかった、チェサピークワンの回線のように、戦略的に重要な結果をもたらしたものもいくつか、あるが、戦術的には、すべて未決着である。 提徳たちの多くが力の均衡した艦隊間の戦いでは決着がつかないと信じ始めた。18世紀の海戦で戦術的に決着がついたのはすべて一方の戦力が明らかに他方を上回っていた追撃戦である。例えば1747年の第一次、第二次のフィニステレ岬の海戦、1759年のラゴスの海戦とキブロン湾の海戦。 1780年の三尾ミ手岬の月光の海戦などである。イギリス海軍の変革は、1744年のトゥーロンの海戦後の二人の提督による見苦しい論争で遅れをきたした。トゥーロンの海戦でトマス・マシューズ提督が指揮するイギリス艦隊は、フランス艦隊に追いついておらず、並走する戦列を形成できていなかったが、 取り逃がすことを恐れたマシューズはフランス戦列の後部を総攻撃するように命令を発した。しかしその意図を伝えうる信号が存在しなかったため距離を空けて公衛戦隊を指揮していた自席帝徳のレストックはそれを縦にとってその位置に留まった。議会におけるレストックの友人らによって提起された一連の軍法会議において マシューズとそれに従った艦長たちは罰せられ、レストックは無罪となった。その後の戦闘では、提督たちは海軍交戦規定から逸脱しようとするたびに、マシューズの運命を思い出すこととなった。イギリス軍もフランス軍も海戦における認められた戦法に、主艦たちが満足できないようになった。18世紀後半、アメリカ独立戦争中の多くの戦闘でこの、 問題が論じられた。海戦で決着をつけるためには敵の戦列の一部、できれば後ろ集中攻撃すべきであることが明らかとなった。戦列の中央部は方向転換しなければその支援を行うことができないからである。偉大なフランスの提督シュフランはそれまでの海軍戦術を実戦を避ける言い訳と大差ないと喝破した。彼は より良い方法を見つけようと努め、1782年と1783年に、東、インドで、イギリス艦隊との間に交わした戦闘では、敵の戦列の一部分への集中攻撃を行った。サドラスの海戦では、イギリス戦列の後衛に2倍の戦力を集中した。しかし、彼の命令は守られず、彼の敵エドワード・ヒューズは有能であり、フランス艦隊の質も、 イギリスを上回ってはいなかった。同じように、イギリスのジョージ・ロドニー・提督は、1780年西インド諸島のマルティニーク島の海戦で、フランスの戦列の後部に多数のイギリス艦を向かわせることによって、戦力の部分集中を図った。しかし、彼の命令は誤解され、適切に実行されなかった。さらに彼は、風上にいる自らの艦隊を、 風下の少数の敵艦に向かわせるにあたり、2ケーブル。1鎖は720フィートイコール219.5メートル。より近くへは行かせないようにした。戦列の接近コースは単純明白であって、回避可能であり、また風下も柄空きだったため、敵は皆退避してしまった。シュフランと同じクロドニーも偉大な戦術家であったが、一緒に働くには何人の男であり。 部下への意思疎通を書いていた。セインツの海戦でフランス艦隊に対し決定的な勝利を得たロドニーの成功戦7 8 2年4月12日、セインツの海戦でジョージ・ロドニーは風向きが変わってフランスの戦列が崩れたことにより自ら戦列を崩して敵の戦列に割って入る形となった。その効果は決定的だった。 フランスの戦列を3カ所で分断したイギリス艦隊は、手近のフランス艦に砲火を集中したため、フランス艦隊の戦術的連携は崩壊した。戦闘の終了までに、ロドニーは、フランスの機関を含む4隻の敵艦を捕獲した。戦闘中は戦列を厳守するという昔からの、戦術から離れることで成し遂げたこの成功により、そのオーソドックスな戦術の権威は失墜した。 あまりにも多くの海戦において決着がつかなかったことに、サージョン・クラーク・オブ・エルディンが注目した。彼は、スコットランド啓蒙運動家であり、地質学者、ジェームズ・ハットンの著書、地球の理論の挿絵を描き、また物理学者、ジェームズ・クラーク・マクスウェルの王子でもあった。彼は一連の考察や計算をパンフレットに印刷し、海軍主官に配った。さらに、 それを1790年、1797年、1804年に海戦戦術論として出版した。クラークの論考が結論する仮説は、イギリス海軍は、法術もの陸民の技量も敵に勝っているので、混戦に持ち込む方が良いというものだった。彼は、自軍の優越した部隊を敵の戦列の一部分に集中させる、各種の巧妙な提案を行った。 とりわけ敵攻衛への戦力集中は、敵主力がそれを救援するためには回答せざるを得ず、時間がかかる点で有効とされた。それらの方策は、ことごとく敵の専門家によって対策が見つけられて、しまうという批判にさらされた。しかし間違いなくその通りであったとしても、勝利とは、巧みな運動のみによって得られるものでは、決してなく、技術の優越性、敵を出し抜く意志の強さ、 敵を打ち破る素早い動き、そして敵をしのぐ火力などと合わせて初めて獲得できるものである。クラークの理論は戦う双方を激しい混戦に投じて必ず決着をつけさせるという長所があった。1793年のフランス革命戦争の勃発までにアメリカ独立戦争中に導入されたいくつかの技術革新が組み合わされ、 イギリス艦隊はフランスやスペインの海軍に対しはっきりした優位を獲得した。その革新とは次のようなものである。1793年のフランス革命戦争の勃発時には技術革新と革命によるフランス艦隊の組織的混乱とが組み合わさり、イギリス艦隊はフランスやスペインの海軍に対し明確な優位を獲得した。 イギリスはどの敵国よりもはるかに大きな貿易を行っており、軍艦の水兵に転用できる予備兵力としてのプロの水婦を数多く保有していた。18世紀を通じてフランスと特にスペインの艦隊は水婦を徴用することが難しくなっており、海に不慣れな陸軍の兵士や陸上生活者で穴埋めをせざるを得なかった。 イギリスの船はもともと熟練した船乗りの比率が高かっただけでなく、海上封鎖や船団の護衛などで長期間の乗り組みがあったために、艦長たちは乗り組み員の訓練をする機会に恵まれていた。イギリスの砲手はフランスやスペインの砲手よりも高い命中率を誇っており、フランスやスペインは犠牲者を多く出していた。優れた水夫、素早い砲術、 そして高い乗組員の指揮。これらはいかに敵国兵が勇敢でもイギリスが優位に立てた要因である。リチャード・ハウのような優れたイギリスの提督は決着のつきやすい乱戦に持ち込むためにいかに敵の戦列を打ち破るかに心血を注いだ。1794年の栄光の6月1日の海戦では、ハウは指揮下の艦隊に敵戦列をすり抜けるよう命令し、 フランス艦隊を風下から攻撃することでその退路を封じた。これにより、古艦の優位性を存分に発揮し、自由な行動のできる乱戦に持ち込んだ。トラファルガーの海戦、ネルソン帝督の常識破りの戦列突破が乱戦を、海、フランスとスペイン艦隊を打ち破った。 若干の休戦期間を挟みつつ1793年から1815年まで続いた戦乱で、イギリスの提督たち、ジョン・ジャービスやアダム・ダンカン、そして特にホレーショ・ネルソンは、だんだんと大胆な戦法を取るようになり、サンビセンテ・ミサキの海戦、キャンパーダウンの海戦、トラファルガーの海戦で望み通りの乱戦に持ち込むことができた。最も急進的な戦術は、 トランファルガーでネルソンが取ったまっすぐに戦列に突入するやり方である。このやり方では接近中は次回への放火に対して反撃することができないが、その代わりイギリス艦がフランススペインの戦列を通り過ぎるときに破壊的な集中砲火を浴びせることができた。これらのイギリス提徳たちの戦術は軽率であり、もっと熟練した敵に対しては失敗するだろうと。 言われてきた。しかしこのような批判は特定の攻撃を絶対確実にする魔法のような方法があるはずだと考える人間のものである。1793年から1815年に至る大戦争におけるイギリスの帝徳たちの戦術がその戦術自身の中にそのような要因を内在していたのでないことは1811年の立社会戦によって 十分に証明されている。実際のところ、これらの戦術が行えたのは提督たちの艦隊の質に対する信頼が揺るぎないものだったからである。敵の戦列に突っ込むとしてもその距離が950ヤード以下になれば、同時に攻撃を受ける敵艦は3隻に過ぎなかった。なぜなら砲をそれ以上近い距離に集中させるような訓練はできなかったからである。一方、 砲の有効射程は1000ヤード強に過ぎなかったから、敵の戦列に到達するまでにマストを失って、停止してしまう確率は、実はそれほど大きいものではなかった。小林 P172 この記事には、アメリカ合衆国内で著作権が消滅した次の、百科事典本文を含む、チズム、ヒュー、エド、エンサイクロペディア・ブリタニカ、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、タイトルイコールは必須です。 ありがとうございます。